こんばんは、レトQです。今日のアルビワールドツアーの相手はサウジのアイガイド。今日は右サイドバックに内田選手を起用、両サイドバックが絶好調です。エジミューソン選手が絶好調なので前線も期待できそうです。さあ笛が鳴りました。アルビレックス4バックで来ましたね。そうみたいですね。繋いでアイラージ、アルマネラ。さあ一気に前線へ送った。さあ戻して、先制のチャンス。ゴール！前半始まったばかり。アルビレックス早くも先制点を挙げました。最後に決めてきたのは矢野。しかし立ち上がりすぐの得点になりましたね。はい、今日は乗ってますよね、新潟としては。アルビレックス開始早々から1点をもぎ取っています。これは長すぎました。いくか、ロングシュート、ここで詰めている。胸で落として、ここで奪い合う。来た、さらにと、ゴール、すごい。前半まだ始まったところ、アイライド、ついに追いつきました。ジグ、素晴らしい。でもボールはポストに行ってましたからね、触れないでしょう。通りません。ジグ、中野、いい攻撃、通るか。さあどう展開する。バット打った、これを決められない。大きなチャンスでしたね。残念。後ろからのマーク、大きく逆サイド、この辺綺麗ですね。後ろからチェック、速攻になる。一瞬中を見た、笛が鳴りました。前半終了です。後半どれだけ力を出せるかで差がつくと思いますよ。なるほど。後半がスタートしました。反対サイドに振ってきました。落とします。このパスは通らない。アブダラシャハマリ、今のはファールです。アブダラシャハマリ、ここで主審に呼ばれています。まだありますよ。後半の15分に差し掛かりました。競り合った、送ってきた。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。一人で上がります。右サイド、外から行った。さあ今度はコーナーキックからの攻撃に変わります。アルビレックス絶好のチャンスを得ます。ヘッドだ、あーっと惜しい。いやー惜しいところでした。チャンスでしたよね。シルビーン詰め寄られました。横へ動きます。一気に来た。さあ固まっている。うわ、決まった、ゴール。アルビレックス再び引き離しました。ファビーニョ得意の利き足、しかし隙間から抜けたところによく対応しましたね。そうですね、素晴らしいコンビネーションです。チェックに行く、小さく回します。仕掛けてきた、大事なところ、繋いで梅山、内田、ここに鈴木、いいボールですよ。これはサイドネット、
思い切って打ってきましたね。いい感じですよね。ああやって打っていくっていう。アイラエド、ドリブルで上がっていく。同点のチャンス。あーっと、横へ運んでいきます。スペースへ出す。あっと、つながったか。細かいボールの奪い合い。面白いボールですよ。さあ狙った。ファビーニ、ここでピッチを離れます。まあね、今日はゴールも決めてますし、そういった意味ではアルビレックス、ボールキープしています。細かくフェイント、まだコースを探しています。アルビレックス、まだ攻めが続きます。後ろへ預けた。強い、横へ運ぶ。さあ競っていく。遠くから行った。そして今、試合終了。アルビレックス、なんとか1点差で勝ちました。早い時間にスコアが動き、打ち合いになるかと思いましたが、じりじりするような試合になりました。決勝点は気持ちよかったですね。いいプレーを多くできるよう次回も頑張ります。今日も見ていただきありがとうございました。いいね、コメント、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。